あ、どうもこんにちは、タダキャパウロ11です。ということで、ちょっとあの、これ、テレビ、あ、消すよ。はい、ということなんですけれども、今日はなんとあの、アンファーさんのイベントに参加したいと思います。イエーイ。完璧、おもろいよ俺、おもろい、それ言って言って、おもろいかどうか、おもろいな、おもろい、おもろい、おもろいって言ってます。ということで、今から行ってきます。パウロいました。何しない。いや、俺はアンファーのメンズ美容チャンネル、メンヤリチャンネルってやってるから、知ってる。皆さん、田中パウロ11です。今、現役サッカー選手の YouTube 界隈、TikTok 界隈で、マジ、一番おもんないっす。おもんないお前さ、なんなん、こんなにさ、ジャケット着て、これ履いて、靴水の。おい、やばっ、違うようにできるから、プロですから。田中パウロさんいました。え、何、もう終わろうとしてる。お前だって今、ね、JD が、嘘つき、どこお前栃木市で関東一部リーグ入ったらあかんで。お疲れ。お疲れです、うん、じゃあ、それではご準備いかがでしょうか。ご登壇いただければと思います。金谷社長、星葉さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは。普段はですね、雑誌の編集長、フォルツァスタイルっていう講談社のウェブマガジンの編集長をやってまして、自分の会社スタイルクリニックの代表もやってます。ファッションディレクターの星葉です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。アンファーの社長をやってます、金谷と言います。その前はヴィッセル神戸というサッカーチームの社長をやってまして、はい、ちゃんとこう予防しなきゃダメだよってことをこう伝えたいなと思って、なるほど、このブランドを立ち上げました。なるほど。やっぱ値段が高いしハードル高いなってのがあったから、それをこうお金かけてやるのかなと思ったんですけど、やっぱりやるとその褒められるっていうか、うん、その肌が綺麗だねって言われるし、手がこう綺麗だねって言われるんで、なんかこうやめられなくなるっていうか。脱毛はどこまでされてるんですか。見えないとこ以外は全部やりました。足とか手とか胸とかは全部やってました。やってどうでした。最初は胸毛だけやったのかな、はい、それぞれ僕イタリア好きだから、こうブワーってシャツ開けてて、はい、で胸毛がちょっと見えてたんですけど。それいつの話ですか。2、3年前、胸毛見えてるのがとはいえ嫌で、ちょっと胸毛の脱毛したいなと思って胸毛から始めて、はい、今日は楽な格好というか、まあこれ実はスーツに見えるんですけど、普通のウールジャージって言って伸びるんですよ、うん、こんなに伸びるんですか。動きやすいんです。ミラノって大体割とこういうクラシックなスーツにシャツにネクタイっていうスタイルが、まあ、大体多いんですけど、こういうちょっとセットアップって言って、本当に動きやすい、見た目は普通のスーツなんですけど動きやすいウールジャージとか、まあ、カシミヤのジャージとかそういうのが多くて、で中は T シャツにちょっとしたこういうクルーネックって言って丸首ですね、はい、ニットをかわしてちょっと白い T シャツを覗かせて、足元はスニーカーとか少しスニーカーに見えるような楽な靴っていうスタイルが非常にそのミラノのイタリアファッションもトレンドになってまして、脱毛してよかったですね。金谷社長、最後にコメントをお願いいたします。そうですね、日々のケアはやっぱり大事かなって思うんですよね。で日々の積み重ね、さっきの知識の積み重ねと一緒で、はい、やっぱり菌がたまるんで、うん、やっぱシャンプーした後ちゃんと乾かす、寝る前にローション塗る、はい、で朝起きたら洗顔するみたいのは、はい、なんかそれをこうやってればお肌って保てると思うし、はい、それをやんないと年食ってから金がかかるっていう、なるべく早いうちからやっといた方がいいですよね。どうも、それは絶対と。皆様ぜひお試しいただきたいと思います。本日は素敵なお話いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。皆様ご清聴いただきましてありがとうございました。サッカー選手で今サッカー選手の中で一番バズってる TikTokerなんですよ。見てます。あ、はい、こういうところにやっぱおんねん、有名な人が。パーティーにな。
塗り棒と申します。皆さん何チャンネルですか？これマカパウロ君、僕サッカーやってるんですけど、はいはい、いやいやいや、もう全然レベルちゃうんで。これですか？はい、パウロチャンネル、はい、登録してくれた、よかったよお前。うわ完璧や。めっちゃね、もう挑戦しまくりの今一番ノリに乗ってる男なんです。前もやそのお前挑戦する姿を上げてもらえよ。お前リング行ったらもう10秒でやられる。シール3秒っすよ。塗り棒のサバキンチャンネル登録よろしくお願いします。いやもうまあみんな知ってます多分、僕のフォロワーみんな知ってます。嬉しい、本当嬉しい。またお願いします。僕もちょっと、はい、あの見ますね。はい、うわもう見んでいいです、僕が見るんで。コメントで言ってます。ナスさんが来てるわ。ありがとうございます。もうね、何でもねあったら僕にコメントしてくれたらナスさんに届けるんで。まず撮影お願いします。ぜひお願いします。もう完璧が来た、時代が来た。ミチ君が紹介してくれるって。俺が紹介する。え？お前サウナとか好き？サウナ好きっすね。サウナ好き。お風呂とか好きやろ？お風呂めっちゃ好きです。精子が熱に弱いって知ってる？どういうことやろ？精子が熱に弱いんだ。で、そういうのをこのプロテインがもう全部払拭してくれんねん。え？お前まだ俺30やろ。俺も35やから、やっぱ年齢層も一人下がっていくんや。はいはいはい。でも、これ飲んだら、もう1日1杯でいいんだよ。これ、お前プロテイン用飲めやろ、サッカーやから。用飲みます。これ、お前一回飲んでみ、これ牛乳と割ってんの。え？チョコレートのやつ。飲んでみ、お前。これ。どう？美味しい。やろ？これプロテイン。プロテイン、プロテイン、プロテイン。プロテインなんか美味しいよ、これ。で、これ、はい、こんだけの栄養素入ってるから。はい。え？1日で亜鉛、葉酸、5種ビタミン、中心。17種の成分を。うん、面白いんです、僕は。大声出したら面白いんです。
皆さんどうでしたか。こんなにね商品はございますけど、まだまだあります。商品ここには紹介しきれなかったぐらいあるんで、ぜひチェックお願いします。そしてね、その内容自体もごくわずかしかトーク取れませんでしたけど、もっと見たいという方はコメントでどしどし待ってます。もうすごい人たちばっかりやったからね、ちょっとね僕も恐れ多かった。以上でまた次の動画で会いましょう。